義兄であるポートガスディエースが公開処刑されると知ったルフィ、エースを救うため大監獄インペルタウンへと向かう。しかしエースはすでに処刑場マリンフォードへ送られた後だった。ルフィはインペルダウンの囚人たちと共に処刑場となるマリンフォードへと向かったが、おい、なんだあれは。何か空から降ってくる。そんな死に方嫌だっちゃべらん。誰か止めてんの。俺ゴムだから大丈夫だ。いた、ルフィ。まさかクロコダイル、それどころじゃないぞ。なんだあのメンツは。助けに来たぞ。世界を覚悟しろい。久しぶりだな、白ひげ。お前との協定は達成された。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。次だ。追いつけねえよ。余計な体力を使わせやがって。よっと、どけ。どいつけねえよ。邪魔だ。おりゃ。ふっ、止め。おら、ふっ、止め。おら、まずーか。やるじゃん。おりゃ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 。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うぜ、お前がそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。くそ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、あなったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。ありゃ全部死刑でいいんでしょ、戦国さん。無論だ。
ルフィと仲間たちはエースを救うため処刑台へとひた走る。出てこいゾンビ兵ども、ここは戦場、死人の数だけゾンビは増やせる。潮に弱いんじゃったのモリア、お前さんのゾンビ兵は。分かってるはずだぞ。それもお前も海賊なんだ。思うままの海へ進んだはずだ。俺には俺の冒険がある。俺には俺の仲間がいる。お前に立ち入られる筋合いはねえ。帰れよルフィ。なぜ来たんだ。俺は弟だ。何をしている。たかだかルーキー一人に戦況を左右されるな。その男もまた未来の有害因子。幼い頃エースと共に育った義兄弟であり。行け任せろ。まずい。その血筋は革命家ドラゴンの実の息子だ。妹の未来を受け入れる。差し伸べられた手はつかむ。俺を裁く白羽も受け入れる。もう自宅は死に、みんなに悪い。誰だ。エースが囚われている処刑台へ向かうルフィ。仲間たちと共に凍った海を駆ける。だがそんなルフィの前に一人の海兵が立ち塞がった。どけたし。入ってんだ、やろう。お前は俺が始末する。お前の能力じゃ俺には勝てない。次だ、ホワイトスロー。よっ、やるな。
ピストル、この者の、何、うん、さあ、この者のロケット、次だ、何、そうか、この子のロケット、よっ、生きてここへ来ると信じておった。これを兄の手錠の鍵じゃ。ハンコック、おめえってやつは、ありがとう、鬼切るよ。よいのじゃ、よいのじゃ、気にせず先を急ぐのじゃ、ルフィ。ありがとう。行かせねえぞ、麦わら。パフュームフェブル、ここはわらわが通さぬ。海軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。目的を認め合ったルフィ、キザルの攻撃をかわしながら処刑台へと突き進む。だがその前に立ちふさがったのは、かつて麦わらの一味をバラバラに飛ばしたバーソロミュークマであった。この顔なじみにモジレーザー撃ってくんじゃないよ。バタアシよ、バタアシの顔を忘れてみるの。どういうつながりがあったのか知らねえが、やめときな、話しかけても無駄だぜ。
かつて暴君クマと呼ばれてたあいつなら、もう死んだよ。つい先日だ、政府の科学者ドクター・ベガパンクの最後の改造によってこいつはとうとう完全な人間兵器になっちまった。正確には元バーソロミュー・クマ。今はもう人と生まれた記憶すらねえ。ただ政府の言いなりに戦うだけのバキャン。メンスペクトラム。戦場では白ひげと戦国の頭脳戦が始まっていた。会場では白ひげを執拗に狙うクロコダイルにドフラミンゴが手を組もうと誘いかけ、一挙に熱を帯びる戦況。走るルフィの前にもまたジュラキュール・ミホークが現れた。鷹の目。悪いが赤髪、この力慎みはせんぞ。鷹の目。さて運命よ、あの次世代の申し子の命、ここまでか。あるいはこの黒刀からどう逃がす。あんな杖のと戦ってる場合じゃねえ。俺はエースを助けに来たんだ。こちらの番だ。まだだ。バズーカ。まだ。押しかける。見てろ。よっ、セカンド。はっ、よっと、よっと。飛ばしてやる。ジェットピストル。こちら、こっち。はっ。ロケット。なんかやる。まだだ。まだだ。死闘を繰り広げる海軍とルフィたち。そんな中、海軍が大きく動いた。戦闘丸の艦隊を白ひげ船団の後ろに回り込ませ、挟み撃ちにしたのだ。白ひげ傘下の海賊たちから狙え。包囲枠から外れた者たちを始末せよ。パシフィスタの猛攻で海賊たちは次々に倒れていく。一方その頃、モビーディック号戦場では
カード無事だったか。さっきてめえに連絡を。ああすいません、おやっさん。後方参加の海賊団はえらいやられようだ。持てる戦力は全てぶつけてくる。後ろから追われるんなら望むところだ。俺も出る。こっちも一気に攻め込む他にねえ。そうですね、俺たちも全員あんたには第4がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえ。スクワード、あんなところに。おやじ！おっさん、スクワード！なぜお前がこんなことを。うるせえ。こうさせたのはお前らじゃねえか。スクワード、おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子を、それでも愛そう。仲良くやんな。エースだけが特別じゃねえ。みんな俺の家族だぜ。海軍大将赤犬に騙され、白ひげの胸を貫いたスクワード。しかし重傷を負わされたにもかかわらず、白ひげはスクワードを許す。船を降り、グラグラの身の能力を振るい始める白ひげ。世界を破壊できる力を目の当たりにし、海軍と海賊たちは驚きおののく。Thank you.